はい、皆さんこんにちは。本日はね、早急枝の兜の叩き方ね、解説していこうと思います。はい、こちらは早急枝の兜なんですが、右上の方に出させていただいておりますが、 BB グランプリ第3回のね、種目になっておりますんで、今回はね、叩き方解説させていただいて、まあ、大会出場者の方のね、まあ、参考の一つにしていただければなというふうに思いますんで、よかったらね、見ていってください。はい、ではやっていきましょう。ちゃう。はい、まずはね、素材ですね。フォレス鉱石、風切りの羽、アステライト鉱石、黄金の飾り兜、超寄生の火種という形になっております。まあ高い素材も今んとこないかなって感じなんでね、まあ気にしなくていいでしょう。はい、あ、やべ、火力上げちゃったもんまずはね、チェックポイント見ていきます。偽回心を引かない立ち回りを意識していきましょう。1200度と800度の上下狙いをしていくような立ち回りをしていきます。3本回心と1箇所は真ん中収めでも大成功率っていうのをね、かなり高く取れますんで、無理な狙いよりも手加減を優先するシチュエーションも想定してやっていきましょう。はい、ではまず序盤の進め方なんですけども、1200度に向けてね、準備をしていく必要があります。1200度、219と160という数値に、収めることができれば、回心最低値を必ず取れるというような数字になりますので、ここよりちょっと過ぎたぐらいのところを目安にしながらね、叩いていくといいのかなというところですね。まず1600度まで火力を上げたら熱風殺し A に入れていきましょう。ちょっと今回野良回心出たね、すごい嫌だ。はい、この野良回心が出てしまうと、ここで超4が打てないんだよね。まあ、打てなくはないんだけど、今回はあえて打ちますね。まあ、こういう風にね、伸びすぎちゃうんだよね。おっと、必殺引いた。まあ、最悪使います。240まで伸びちゃうと、もうここはね、最悪でも800度の上下狙いでしか狙えなくなるんで、まずはね、右の方から詰めていくような感じにしていこうかなというふうに思います。右をね、1200度までに、想定の数字まで伸ばしていきましょう。154なんで、1400度で一回ピチってあげようか。ああ、もう倍半のダメなとこすごい出てる。はい、1200度はね、ちょっと壊滅的ですね。どこもちょっときついかなって感じなんで、まあここはもう伸ばすことに集中するか、もしくは239のところをね、シングルで狙ってあげるような感じかな。239じゃない、174の方かな、をシングルで狙ってあげる感じですかね。まあ、こんな感じですね。53本開始ですね。じゃあ今度ね、800度の方、目指していきたいんですけど、231と172に調整ということで、ここもうちょい調整すればね、いけますね。まあ、熱風打ってもいいかな。はい、でこんな感じで、ちょっと足りないね。この場合だとね、上下狙いちょっと厳しいんで、本当は上下狙いを想定してやっていきたかったんだけど、今回イレギュラー多かったんで、こっち側ね、まず狙いますか。 43OK ですね。はい、で180だね。今回はね、じゃあ400度の狙いを、上下狙いをね、使っていきましょう。はい、いきます。回心出ず、残りが18と16かな。今回必殺引いてるんで、無理する必要はもうないんですけど、万が一ね、必殺が引いてない場合は、ここでもう一度ね、上下狙い打ってあげます。はい、で、最後ね、回心取れなかったところ、残り3なんで、ここでね、加減を入れてあげれば、まあ、ほぼほぼ大成功すると思います。まあ、一応ね、必殺使わせてもらえますか。8なんで、567ぐらい引けば、大丈夫なんだけど、手加減してたら落としてたかな、ワンちゃんね。4とか引いてたら落としてたかもしれない。結構奥の方に、基準値が設定されていたので、難しかったかもしれないね。はい、ではもう一回やっていきましょう。おっと、必殺日和か。まあこれも最悪ね、最悪落とすとマイナスになっちゃうからさ、使わせてもらいますね。まあ、基本的には使わない立ち回りでやってきます。またちょっと野良回心引いちゃったね。まあ、この場合もね、もう一回超4打ちましょう。はい、後からね、何とでもなるんで、倍半の場合ははみ出さなければ超4打っちゃってもいいかなと思いますけどね。じゃあ調整をね、していきましょう。まず3倍だな、ちょっと足りないんでね。
上下打ち打ちまして、あやあやあや、はい、219に奇跡的に止まってますね。最高。はい、これでね調整バッチリですね。上限狙いしたら必ず本回心で出ます。で上限狙いしていきましょう。はい、回心率はあるし、はい、今回800ともねちょっと使いづらい感じなんで237187そうだな、下一回手加減入れようか。はい、でこれで狙っていきましょう。はい、ですね、39本回心ですね。はい、上が17、下が、263とか残り17なんで、ここは、はみ出さずにね、はみ出さずに収まらずにね、狙うことできます。はい、回心です。回心が渋いんだよな。残りが11。そうだね、276のところね、600度で狙ってみますか。渋い。まあ真ん中取れたんで、あと2回心をなんとかして取ればいけるっていう感じにはでは持っていくことができました。でこの数値でね調整できてるんで、あとは左下からまず狙っていって、最後ね右を狙うみたいな感じでやるとちょうどよくいくのかなって感じではありますかね。まあ2回心ここから必ず取らなきゃいけないんで、まあ結構厳しいかもしれないけど、まあ、今回もね、お、基準値だったかもしれないね、今の定価、あの283か、まあ、ワンチャンそのんでもどうかなどうかな、ちょっと分かんないな。はい、ではもう一回やっていきます。必殺の恩恵に完全にあやかってる配信みたいな、配信じゃない、動画になっちゃってるんでね、気持ちよく大成功が撮れる動画見せていきたいですね。はい、じゃあ重用していきます。はい、もう一回重用したいところだったんだけど、もうちょっとこれはきついよね。なので、そうだな、先熱風入れてもいいかな。はい、で残り数値確認して、残りが17、ちょっと短かったかな、214だね。上下打ちこっちに最初打っといて、で下こっちペチってまあ214なんで5足りないんだけど、まあ上、回心最低値引いた時だけちょっと数値チェックですね。68かな、1200度の上下狙いの回心最低値68なんで、回心が出て68以外が出てれば大丈夫です。今回はねどちらも最奥で本回心取ってますんで、大丈夫でしたね。はい、じゃあ次右側をね800度の数値231と172に調整していく必要があります。はい、なのでまあ今ね172に調整するにあたって、もうちょっと温度すでに下げてっていいかなと思うんで、まず鮮度を迎えますか。はい、じゃあ一回ペチって、上下打ちでもいいかな。172177、134、ちょっと過ぎすぎたかな、まあ大丈夫かな、手加減入れますか。わーお、はい、じゃあこうなったらね、シングル狙いに切り替えましょう。下からねいきますか。はい、回心取れましたね。あとは真ん中収めをすることによってほぼほぼ大成功するんですけれども、それに向かうにあたって、650度で、最後の狙い撃ちをしていきたいですよ。で600度で、残り数値を見て、手加減なり何なりで調整をしていくっていうのが、まあ、一番理想なのかなというふうに思いますんで、220に向けてもう一回叩きでいいかな。あんま低ラン控えないでほしいけどね。201、狙いで大丈夫かな。19なんでね。はい、で回心出なかったんで最後ねもう一回ここ狙えますね。600度なんで5から9かな、8で、これで真ん中取ってますよね。224なんで9分の7で大成功するような感じになります。まあ、回心取って大成功するのが一番いいけどね。まあ、これでもだいぶ、お前はお前はってやつですね。これ一番最奥か最手前に基準値が設定されてたってことですね。
9分の7で大成功なんで、今ど真ん中取ってたんで最奥か最手前しかなかったわけなんですけどまあそういうこともありますね。これを引くのはね一番辛いですね。せっかく真ん中取ったのにってなるんですけど、まあそればっかりはしょうがないですね。はい、でもう一回やっていきましょう。これ最後かな、4回目だよね。今のは悶絶していいシーンですねはい、1200度に向けてね、219と160なんで、まあもうちょい伸ばしてもいいかなって感じですよね。残りが12と、もうちょいだな、1400度上下打ちかな、上下打ちしましょう。はい、で熱風おろし使って1200度を呼び込みます。はい、これで準備してたところをね上下狙いしていきましょう。はい、70は本開始ですね。はい、残りの数値見ていくと、172は OK、 134も OK ですね。これで800度をできるは迎えたいんだけど、ちょっとね詰まりすぎてんな、まあ、ちょっと方針変更しますか。もう一回熱風打ちます。188なんで、188の方をね、シングルで狙っていきましょう。おっと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 、はい、狙います。はい、33本開始ですね。残りが18と20なんで、18の方狙いますか。取れない。20のとこ一回叩きましょう。はい、これで狙っていきますか。狙い、あ、いいですね。で狙い手ができるんで狙います。あ、いいですね。これは4回進なんで問題なく大成功って感じですね。狙える回数はそこそこ稼げると思いますんで、数値の調整、数値の調整をねしっかりして入らないようにしながら狙いのチャンスを伺っていくみたいな感じでやっていくと、うまく大成功取れていくのかなというふうに思います。まあ必殺も強いしね。うん、はい、というわけでね、今回は BB グランプリ詳細の早急兵団の兜叩き方ね、解説させていただきました。じゃあ最後にチェックポイントだけ確認して終わりましょうか。はい、偽回心を引かない立ち回りというのをね意識していきましょう。1200度と800度の上下狙いをしていきましょうということですね。3回音回心と1箇所は真ん中収めでも大成功率は高いので、無理な狙いよりも手加減を優先していくっていうことも大事になります。まあこれの3回目叩いたやつ真ん中収めたけど落としたけど、まあ、9分の7なんで、8割ぐらいかなは取れると思うんですけど、まあ、それを落とすこともね、もちろんありますが、まあ、それは統計っていうか、まあ、トータルしていくとね、かなり高い確率になりますんで、真ん中収めっていうのを必ず意識してやっていくようにしてください。はい。そうすることによってね、大成功率上がっていくと思いますんでね。はい、というわけでね、本日は早急兵団の兜叩き方を解説させていただきました。次回はね、体上かな、叩き方やっていこうかなというふうに思いますんで、そちらもね、ぜひ合わせてご覧いただければと思いますので、よろしくお願いします。今回の動画が良かったよって方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、あとはね、今月4月の30日にね、 BB グランプリの方、開催させていただく運びになっております。武器鍛冶職人、防具鍛冶職人の皆様ね、ぜひぜひご参加いただければと思います。賞金総額の方1億5000万ほど、ご用意しておりますんで、まあ鍛冶はね、まあ、運のところも強いんで、全部必殺を引けばいいだけの話なんで、はい、なのでよかったらね、こちらの方もご参加いただければなと思います。配信中のコメントや、私のツイッターへの DM で参加の方を受け付けさせていただいておりますので、そちらもぜひよろしくお願いします。はい、というわけで本日の動画はこの辺で、またお会いしましょう。バイバイ。